演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマークの北海道 6P チーズと北海道カマンベールに滑らか 6P チーズを食べ比べてみたいと思います。先日のスライスチーズの方はあんまり違いはなかったように感じたんですが、今回はどうなのかな。まずはこっちが北海道 6P チーズで、こっちが北海道のカマンベールに滑らか 6P チーズ。はい、今回は包装からして違いますね。ではまず 6P チーズの方は、はい、こんな感じです。では滑らか 6P チーズの方は、やっぱり今回も見た目はあまり変わらないですね。では肝心のお味の方はどうなのか。 6P チーズの方から、いただきます。固めとやわめ、皆さんはどなたがお好みですか。6Pチーズの方はちょっと歯ごたえがあって、噛んだ瞬間に口の中でチーズの味が広がってくる感じですね。味は違うチーズの味でしたね。でこちらの滑らか 6P チーズは、滑らかというだけあってちょっと口の中に入れた瞬間にとろけるような感じがあって、食感がちょっと口当たりが良かったので、こちらの方が自分的には好みかなと思います。というわけで 6P チーズの方はこちら、ガマンテールチーズの方はこちらの点数とさせていただきます。結構数があるので分けるのでもいいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。